ハロウィン、あるいはハロウィーンとは毎年10月31日に行われる古代ケルト人が起源と考えられている祭りのことである。現代では特にアメリカが主州国で民間行事として定着し、祝祭本来の宗教的な意味合いはほとんどなくなっている。カボチャの中身をくり抜いてジャックオーランタンを作って飾ったり、子供たちが魔女や お化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりする風習などがある。キリスト教の祭りではない。ハロウィンに対しては本来、キリスト教にとっては異教徒の祭りであることから、キリスト教教会においては容認から否定まで様々な見解がある。ケルト人の一年の終わりは10月31日で、この夜は秋の終わりを意味し、冬の始まりでもあり、 死者の霊が家族を訪ねてくると信じられていた。時期を同じくして出てくる有害な精霊や魔女から身を守るために仮面をかぶり、魔除けの焚き火を焚いていた。これにちなみ、31日の夜、カボチャをくり抜いた中にろうそくを立てて、ジャックオーランタンを作り、魔女やお化けに仮装した子供たちが近くの家を一軒ずつ訪ねてはトリックをアトリートと唱える。家庭では、 カボチャの菓子を作り、子供たちはもらったお菓子を持ち寄り、ハロウィンパーティーを開いたりする。お菓子がもらえなかった場合は報復のいたずらをしてもよい、とされている。玄関のライトをつけている、または、ハロウィンの飾り付けをしていると訪問してもよいという、意思表示になっており、それにもかかわらず断る家主とは、いたずらの攻防戦が繰り広げられる。これはあくまでも電気がついている家に対してであり、 そうでない場合は、がっかりして立ち去るのがほとんどである。カトリック教会の諸星人の日がハロウィンに重なる形で設定されており、これをカトリック教会が異教の祭りを取り込んだとする見方とカトリック教会が異教の祭りを潰すために設定したとする見方がある。いずれにしてもハロウィンはもともとキリスト教の祭りではなかったことが両見解の前提となっている。 ハロウィンという単語は、ロバート・バーンズの詩、ハロウィンの表題として見られる。ハロウィン、または、ハロ、EN という単語はお,およそ1745年に、遡り、キリスト教徒起源である。単語、ハロ、EN は、成人たちの夜を意味する。この単語は、オールハローズ・イブを指すスコットランドの表現から、来ている。スコットランド語では、単語、イブは、イーブンであり、これは、 EEN、または、AEN に短縮される。時が経つにつれて、ハロ永遠が、ハロ、e、EN へと変化した。オールハローズという語句は古英語でも見られるものの、オールハローズイブそれ自身は1556年まで見られない。古代、ケルトのドルイドの信仰では、新年の始まりは、冬の季節の始まりである11月1日のサウィン祭であった。ちょうど短い日が新しい年の始まりを、 示していたように、日没は新しい日の始まりを意味していた。したがって、この収穫祭は、毎年現在の暦で言えば10月31日の夜に始まった。アイルランドと英国のドルイド祭司たちは、かがり火を焚き、作物と動物の犠牲を捧げた。また、ドルイド祭司たちが火の周りで踊るとともに、太陽の季節が過ぎ去り、暗闇の季節が始まった。 11月1日の朝が来ると、ドルイド祭司は、各家庭にこの日から燃え差しを与えた。各家族は、この日を家に持ち帰り、かまどの火を新しくつけて、家を温め、悪いシーなどが入らないようにする。一年のこの時期には、この夜と霊界との間に目に見えない、門が開き、この両方の世界の間で自由に行き来が可能となると、信じられていたからである。祭典では、 かがり火が大きな役割を演じた。村民たちは、屠殺した牛の骨を炎の上に投げ込んだ。かがり火が燃え上がると、村人たちは他のすべての火を消した。その後、各家族は厳粛にこの共通の炎から路床に火をつけた。従来、ローマ人は11月1日頃に、果実、果樹、果樹への女神でリンゴをシンボルとしていた女神。 ポーモーナを称える祭りを祝っていたと考えられており、紀元一世紀にブリテン島に侵入した以降は、ケルト地域にポーモーナの祭りをもたらしたと言われていた。ハロウィンの行事として、ダックアップルが行われるのはそのゆえんからと考えられ、またハロウィンのシンボルカラーである黒とオレンジのうち、オレンジは、しかしながらこうしたポーモーナの祭りとの関連性について新しい研究は、 否定的見解をとっており、そもそもポーモーナの祭りが古代ローマにおいて盛大に祝われていたかについてすら疑義が差し挟まれている。また古代ローマのソレーサイパレンタリアからの影響も指摘されている。ハロウィンの習慣はイングランド南部では17世紀以降、11月5日の火薬陰謀事件の記念日に置き換わり、廃れた。しかしながら、スコットランド・アイルランド・マンジマ、 ウェールズでは引き続き広く普及していた。ハロウィンがアメリカの年間に祝祭日として記録されたのは19世紀初頭以降のことである。ニューイングランドのピューリタンなどはハロウィンに強く反対する立場であり、19世紀になりアイルランド及びスコットランドから大量に移民が到着するまでは、ハロウィンが本格的に定着することはなかった。ハロウィンは19世紀半ばまで、 特定の移民共同体のうちでだけの行事として行われていたが、徐々にアメリカの主流社会に受け入れられるように、20世紀初頭には社会的、人種的、宗教的背景に関係なく、アメリカのほとんどの人々に受け入れられ、東海岸から西海岸へ広まった。1950年代にはトリックをアトリートの合言葉が製薬会社や映画会社、 テレビ局などの仕掛けもあり普及した。そして世界各国で軍事的、経済的に活動するアメリカ人が増えるのに伴い、そうした場所でアメリカ風のハロウィンの風習も広がることになった。カナダでは、聖火会社がハロウィン用の宣伝を1860年代から、始め1980年以降には、現在のハロウィンとさえはなく、クリスマスの次に、 大きなイベントになっていった。文化圏によってかなり扱いが異なっている。興味を示している地域と、興味がなく無視している地域がある。現代で、ハロウィンが代々的に行われているのは主に英語圏であり、例えば、アイルランドイギリス、および、イギリスが進出、侵略して植民地化するなどして、イギリス帝国の一部に組み込み、イギリス流の文化を広めた場所に広まっている。 特に元々ケルト人の国であるアイルランドに色濃く残っている。アイルランドでは10月最後の月曜が祝日となっており、ハロウィンを祝う習慣が最も純粋な形で残っている。この祝日に続く週は楽器の半ばであるが、すべての学校が休みになり、一般にハロウィン休みと呼ばれる。上述の旧イギリス帝国系の国々ではハロウィンが盛大に祝われるが、 アメリカの一部キリスト教系学校ではハロウィンがキリスト教由来の行事ではないことからハロウィンを行わないようにという通達が出されることがある。上述の国々でアイルランド以外はプロテスタント信者が多いせいもあってその翌日にあたる諸世人の日には通常これといった行事は催されない。宗教改革以降プロテスタント諸国ではカトリック教会の祝日である。 諸星人の日が徐々に廃れたため、ハロウィンのみが残された格好になっているのである。カトリック信者の多いラテン民族諸国、主にイタリア、スペイン、ポルトガル、フランス、及び植民地となった南アメリカ諸国のブラジル、ペルー、アルゼンチン、ラテンアメリカのコスタリカ、ニカラグア等々では、人々はハロウィンに興味を持っておらず、無視している状況にある。これらの国家においては、 諸成人の日の方が重要視されており、諸成人の日を祝日に制定して休日にしている国家もある。東方教会が広まる地域においてもハロウィンをほぼ無視している。ロシアにおいては、ロシア教育省が、ハロウィンは子供たちの壊れやすい心には有害である、との見解を出した。ドイツ、また、19世紀に英語圏の諸国に植民地化されたり、 敗戦によって占領されたりするなどして、イギリスアメリカ風の文化が流入されたり交流が深くなったりした東南アジア諸国、香港、日本などにおいては、アメリカの大衆文化として一部受容されている。ハロウィンの時期にあたる9月下旬から11月上旬には、ハンキリスト教イコールペーガニズムの一環として、悪魔崇拝者やドルイドや魔女衆により、儀式殺人などのイケニエ儀式が、 日本を含む世界各国で行われている。ジャック・オーランタン・ジャック・オーランタン、あるいは、ジャック・オーランタンは、お化けカボチャ、カボチャちょうちんとも言えるもので、オレンジ色のカボチャをくりぬき、ナイフで目、鼻口をつけ、内側に火のついたろうそくを立てるもので、最もハロウィンらしいシンボルである。ハロウィンを祝う過程では、カボチャを刻んで、怖い顔や滑稽な顔を作り、 悪い例を怖がらせて追い払うため、ハロウィーンの晩、家の戸口の上り段に置く。これは、ウィル・オー・ザ・ウィスプを象徴したものである。その後、ワシントン・ハービングの短編小説、スリーピー・ホローにおいて、首なし騎士が主人公、イカボット・クレーンに向けて、カボチャを投げつける場面が描かれたことがきっかけで、ジャック・オー・ランタンを持った首なし騎士が描かれるようになり、 最終的に、カボチャのジャックオーランタンが、ハロウィンのシンボルとなった。ハロウィンに基地を訪問した際に、トリックオアトリートという子供にお菓子をあげるジョージブッシュ。英語圏では、子供たちが、トリックオアトリートという言葉、直訳では、いたずらか、ごちそうかで、聞いている側としては、ごちそうをくれないと、いたずらしちゃうぞというニュアンスに聞こえる言葉を唱えながら、家々を尋ね、 ガシを集めて回る習慣があるが、これは古い英語ではセリングと呼ばれるクリスマスの時期の主演の習慣に似たソーリングと呼ばれるヨーロッパのケルトの風習から発展したという。11月2日の死者の日に仮面をつけた子供たちがソウルケーキをもらいに家々を回ってソウルケーキで亡くなった人を供養したという。子供たちに訪問される側の大人たちは 子供たちのためにあらかじめお菓子を大量に用意して待つ。地域の大人たちと子供たちが交流できる機会になっている。ティーンエイジャーになるとお菓子を集めるよりもむしろ庭木の枝にトイレットペーパーをかけたり、家や車にケーランを投げつけるといったいたずらをすることがある。それを防止する方大人の仮装の例。マイケル・ジャクソンと芸者ハロウィンで仮装されるものにはアメリカでは 基本的には、恐ろしいと思われているものが選ばれる傾向があり、例えば幽霊、魔女、コウモリ、悪魔、黒猫、ゴブリン、バンシー、ゾンビなどの民間で伝承されるものや、吸血鬼や、狼男、フランケンシュタインのような欧米の怪談や、恐怖小説に登場する怪物が含まれる。20世紀後半のアメリカでは、お姫様や海賊といった類型的なキャラクターや、スパイダーマンや、 バッドマンなど漫画、映画のキャラクターの仮装も行われるようになった。1992年10月17日には、アメリカ合衆国ルイジアナ州で、ハロウィンの仮装をし、他人宅を訪れた16歳の日本人留学生が射殺される事件が発生した。2020年10月、雑誌グッドハウスキーピングは、特定の人を傷つける可能性があるとして、 ハロウィンの仮装の題材として扱うべきではないテーマとして15の項目を取り上げている。またピントラストも同時期にインディアンや芸者といった文化の登用を疑われるような仮装は避けようと呼びかけており、日本のピナティストも異文化への配慮のあるハロウィンのアイデアをまとめたピントラストハロウィン特集2020を展開した。 ニューヨークビレッジハロウィンパレードニューヨークビレッジハロウィンパレードは毎年ハロウィンの日にニューヨークで行われる世界最大規模のハロウィンの仮装パレードである1974年に始まったイベントは夜7時にグリニッジビレッジ付近をスタートし6番街を中心とした決められた経路を1マイル以上に渡って練り歩く仮装をしたものであれば誰でも参加することができ 毎年6万人の参加者と200万人の見物人が訪れるニューヨーク最大のイベントの一つでもある。仮装する参加者には市民や観光客のほかダンサーアーティスト、大道芸人などが含まれ、数十の出しやバンドも登場する。世界中にテレビ中継もされ、約1億人の人々が視聴する。この日のニューヨークの街は仮装したもので深夜まで溢れかえる。 アップルボビングに興じる人々ハロウィンケーキの一例、ダックアップル、またはアップルボビングは、ハロウィンパーティーで行われる余興の一つで、水を入れた大きめのたらいにリンゴを浮かべ、手を使わずに口で加えて取る。アガサクリスティチョ、ハロウィンパーティーの中ではこのリンゴを食い競争のほか、昔から代々伝わってきたゲームとして、小麦粉の山から6ペンス効果を落とさないよう小麦粉を順番に削り取る。 小麦小切りや皿に盛った干しぶどうにブランデーをかけて火をつけ、そこから干しぶどうをつまみ取るスナップドラゴンなどが紹介されている。また、クリスマスケーキのようにハロウィンをテーマとしたケーキが作られることもある。教会歴を教会全体で使用するカトリック教会、聖公会、ルーテル教会、聖教会、東方諸教会のすべてでハロウィンは 教会歴上の祭りとしては祝われない。戦術の通り、もともとハロウィンの起源は、キリスト教ではない。ただし地域によっては、教会でも、この日に合わせて、パーティー等のイベントを行うことがある。しかしながらそうした場合でも教会は、キリスト教の趣旨に合わない要素はできる限り、取り除くように努めている。カトリック教会の諸聖人の人、 ハロウィンの日の関係を図解したもの。深夜0時を区切りとする一般の暦と日没を区切りとする教会歴の時刻を比較対象する図。教会歴では日没から翌日日没までを1日と数える。したがって10月31日の夜は教会歴においては11月1日の始まりとしての夜になる。カトリック教会では11月1日を諸聖人の日。 正公会では、諸聖飛びとしているが、英語の、ハロウィンは、諸聖人の日の夜を意味する、オール、ハロイブニングの短縮型をその語源としており、現在確認されている、使用例は、16世紀に見られるものが最古である。ハロウィンに重なるように設定されている、諸聖人の日は、もともと東方教会の修正人の手術に由来する、もので、カトリック教会では609年に導入され、 当初は5月13日に祝われていた。しかし8世紀頃から、英国やアイルランドでは11月1日に全ての成人を記念するようになり、同時代のローマ教皇グレゴリウス3世によって、11月1日に祝う習慣がローマ教会に広く導入された。これについては、ケルト人が自然崇拝からケルト系キリスト教を経て、 カトリックへと改収する過程で、ケルトの収穫祭に合わせて11月1日に設定したとされている。カトリック教会では、諸聖人の日は祭日としているが、ハロウィンは祭日ではなく天礼歴にも入っておらず、教会の宗教行事、公式行事として行われることはない。小沢克彦は、ケルト人への宣教にあたり、 ケルトのサウィン祭は、アイルランドのキリスト教会に影響を与え、カトリック教会も民族の根幹に関わる祭りは、民衆から取り去ることはできなかったため、初成人の祝日の日を11月1日に変更したことで、その前夜祭りがハロウィンとして民衆に残されたと説明している。他方、キリスト教についてのメルマガも発行している、映画評論家、服部ト一郎は、 古代の当時祭に対抗して、クリスマス、ケルトの祭りに対抗して、初星人の日を持ってきた教会の戦略を、ライバル店舗の目と鼻の先に新店舗を作って盛り上げ、ライバル店を潰そうとする外食チェーン店や、コンビニみたいな戦略と例えている。その上で、クリスマスをライバル店側が消えた例として、ハロウィンをライバル店側が残った例として挙げており、教会には、 民衆の祭りを残す意図があったとする小沢とは違い、教会は先行する異教の祭りを完全に潰そうと考えていたが、それが挫折して残ったものであると捉えている。キリスト教各派によるハロウィーンの評価、対応は由来を考慮して様々に分かれる。西方教会カトリック教会戦術の通り、カトリック教会の教会歴にある祭りではない。 カトリック中央協議会のウェブサイトを検索してもハロウィン、ハロウィンはヒットしない。カトリックエンサイクロペディアにもハロウィンの独立項目自体が存在しない。カトリック協会においてはハロウィンは世俗のイベントであるとして特に肯定的評価も否定的評価も言及されないことがある。一方、ポーランドのカトリック協会のアンドレージェンガシト大司教は信徒たちに当てた。 メッセージの中でハロウィンについて子供たちに世の悪魔や闇を楽しみとして誤った方向に導くもの等と,と厳しく批判。ポーランドのカトリック教会はこれに賛意を示しハロウィンについてオカルトであるとした。聖公会イングランド国教会のウェブサイトでは由来はキリスト教から見て異教のものであること。 最近のハロウィンの祝われ方はアメリカから入ってきた習慣であることを指摘しつつ、ハロウィンは悪魔を些細なものとする力を持ち、悪の善に対する勝利を祝うものとして描写されるかもしれないが、その際、私たちはキリスト教徒として実際にはその反対こそが正しい、すなわちキリストにおいて善は悪を征服するのであると信じていると表明している。 プロテスタントそもそもプロテスタントの大半には、成人数計の概念自体が存在しないため、初成人の日を祝う習慣も存在せず、ハロウィンも、また教会の行事とはなっていない。プロテスタントにおいて10月31日は宗教改革記念日として記憶されており、ハロウィンの危険性が訴えられることもある。一方で、プロテスタントのウェブ媒体において信者に対し、 ハロウィンの諸行事に参加することを全否定はしないものの、キリスト教の信仰生活に悪影響がないよう、最新の注意を払うように呼びかけられることもある。東方教会聖教会もともと聖教会では、聖方教会の諸聖人の手術に相当する、修聖人の手術はご春祭の、翌手術に祝われていてこれは6月にあたり、ハロウィンは聖教会とは関係がない。 ロシア正教会はハロウィンを死のカルトであると批判している。英語圏の正教会では、ハロウィンをカルトと批判する主教の文章が紹介される一方で、ハロウィンに家に来た子供には、お菓子と一緒に修正人のイ婚をプレゼントするという、正教会の教えに沿った形に変えるためのアイデアが紹介されることもある。また、この日にンカやパラクリシスといった、 方針例を行うよう推奨されていることがある。非カルケドン派非カルケドン派正教会であるコプト正教会のロサンゼルス主教区からは由来都市市の中にあるキリスト教と対立する部分を指摘しその危険性部分について注意を喚起しつつハロウィンの日に教会に子供たちを集めるにあたって教会の教えに沿った形で祈りと食事の集会を 開く方針が示されている。在日米軍基地キャンプハンセンで開かれたハロウィンパーティーでキャンディバッグを受け取る仮装した子供米軍関係者が住む地域においてアメリカの風習としてハロウィンが持ち込まれることがあったものの各地のイベントでハロウィンにちなんだ仮装が導入されるようになったのは1980年代以降になってからである。また、読売新聞の編集委員である。 片山和弘は1995年11月1日の同紙に掲載された当初を取り上げ、1990年代半ばの時点からハロウィーンの商業利用が盛んになりつつあったと推測し、夏休みとクリスマスの間の反則イベントの材料としてふさわしかったのだろうと分析している。その後、1990年代後半より始まった、 東京ディズニーランドのイベントディズニーハロウィーンをはじめとするイベントが各地で開催されたことに加え2000年代後半より菓子メーカーが相次いでハロウィーン商戦に参入したことなどを契機としながら2010年代中盤にはソーシャルネットワーキングサービスの普及にも後押しされて市場規模が拡大していった同時期店頭街中でのハロウィーン装飾が見られるようになったほか仮装 コスプレのイベントとして日本式にアレンジされたハロウィンが行われている。近年では幼稚園や保育園の恒例行事になっているほか、大人も仮装して参加するイベントが大都市圏を中心に各地で行われている。ただし、口述のように様々な問題も起きており、8割の人がハロウィンに関心を示していない、もしくは好まないという2016年の アンケート結果などもある。日本では、キディランド原宿店が1970年代にハロウィン関連商品の店頭販売を開始し、1983年10月には、同じくキディランド原宿店が販売促進の一環として、日本初とされるハロウィンパレードを開催した。日本のテーマパーク、遊園地では、1992年10月、ナムコワンダーエッグで、 ワンダーハロウィンパーティーを開催、仮装大会のほか、仮装しての来園者の入園料を無料にした。アメリカで行われる娯楽行事の多くがそうであるように、近年では日本でもハロウィンが広く行われるようになってきた。ただしクリスマスなどと同様に、日本で行われるハロウィンの催しには宗教的色彩はより薄い。ハロウィンのパレードとしては、 神奈川県川崎市の JR 川崎駅東口一帯の川崎ハロウィンパレードが知られる。このパレードでは約3000人による仮装パレードで約10万人の人出を数える。東京ディズニーランドでは1997年10月31日、園内に仮装した入園者が集まるイベント、ディズニーハッピーハロウィンが、 初めて開催され、2000年10月31日には400名の仮装した入園者とディズニーのキャラクターが園内をパレードするハッピーハロウィントワイライトパレードが開催された。2001年からは10月中に開催されるイベントとして園内パレードも行われるようになり、次第に秋のイベントとして高齢化していった。現在では9月初旬から始まる。一方、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで2011年より毎年開催されているハロウィン・ホラー・ナイトのようにハロウィンのイメージになぞらえてホラー系のイベントを開催するケースも見られる各地でのイベントの開催歴史的経緯から欧米系島民が集中している東京都小笠原村父島では島民の秋のイベントとして定着しており幼年の子供たちの大多数が参加するほどの 盛況ぶりを見せている。欧米系村民が多数存在し、海外からの観光客も多い長野県北安ず郡、白馬村では、毎年10月の最終日曜日に村民ボランティアによって白馬でハロウィンが開催されている。トリックオアトリートやジャックランタンコンテスト、仮装コンテストなどが行われ、地元の人気店による屋台も出展され、 当日は歩行者天国になった村道に仮装した大勢の子供たちが家々を訪ね歩いてお菓子をもらっている光景が見られる。さらに、鉄道の街として知られる新潟県新潟市秋葉区のニー地域では毎年10月の最終土曜日に地元商店主や地元大学生たちによってニ一ハロウィン仮装祭りが開催されている。仮装パレードや仮装コンテスト、スタンプラリーや ナイトパーティーなどが行われ、その北海道販売者や地元業者による屋台出店などもあり、当日は歩行者天国になった商店街のメインストリートには仮装した大勢の人がひしめく光景が定着しつつある。読み物サイトであるデイリーポータル Z では2014年のハロウィンに編集部員とライターによる身内のイベントとして地味な仮装のハロウィンパーティーを開催した。これは 一般的なハロウィンパーティーで見られるような、きらびやかな仮装ではなく、区役所で戸籍を出してくれる人、ラーメン屋の店員、新橋で見た人などといった、とんちの効いた仮装をして集まるという内容であった。その模様を同サイトの記事として掲載したところ、富士テレビ系列、特ダメ、にて紹介され、読者からも大きな反響があったため、翌年からは、 読者も交えたイベントとして開催されている。現在は、地味ハロウィンとして、デイリーポータル Z が主催するもの以外にも、地域、企業などが、同様の企画を開催する動きがあり、同サイトは、地味ハロウィンの名称、企画を独占する気はないと容認している。過去のイベントかつて行われていたイベントとしては、兵庫県神戸市灘区に存在する指定暴力団、山口組、 総本部で行われていたハロウィンイベントが有名である。これは総本部が所在する場所が高級住宅街に近く1970年代当時日本の事情を把握していない外国人がお菓子を求めて本部を訪問したことをきっかけに山口組三代目組長であった田岡和夫が地域の子供たちを対象にハロウィンのイベントを行うようになったものであり。 日本でハロウィンの風習が全国的に知られる以前から行っていた。普段立ち入ることができない、駐車場に飾り付けられたオブジェや1000個近くの歌詞を配るテーブルが並べられ、子供たちで賑わう光景が見られた。この異色のハロウィン行事は、教育関係者や警察関係者が警戒する中長年続けられてきたが、2019年10月11日、 兵庫県警察が総本部の使用を制限する仮命令を出したことで事実上終焉を迎えた。さらに2020年10月5日、兵庫県議会は暴力団員がその活動して青少年に金品を渡す行為を禁止する兵庫県暴力団排除条例改正案を可決し、翌10月6日に兵庫県条例第35号として交付され、 不足第1条の規定により交付の日から起算して20日を経過した日である10月26日から施行された。改正後の兵庫県暴力団排除条例、第21条、第2項で金品の供与を禁止し違反があると認められる場合は、第22条で中止命令を発し、中止命令違反が処罰対象となる。これにより2020年以降は、 法令上も違法行為として禁止となった。2007年10月27日には、山手線や大阪環状線に外国人など数十人の集団が押し寄せ、車内の蛍光灯を外す、網棚の上に寝転ぶ、他の乗客とトラブルを起こすなどして、電車を遅延させるなど暴徒化する者も,もいた。2008年には、JR 東日本が警視庁と連携を取りながら、事前にビラを配り、 警備員を配置するなど、対応を強化する体制をとった。2014年のハロウィンでは、渋谷に多数の仮装者が集まったため混乱状態となり、渋谷スクランブル交差点などに、機動隊が出動し、総勢約200人配置するなどの体制で警戒に当たり、逮捕者も2名出るなど、未明まで騒ぎが続いた。また、同年のハロウィンでは、抗衣室の不足やゴミの、 産卵などが問題視され、翌2015年のハロウィンでは、神宮通行園などに仮設行為室が設けられたほか、ゴミ袋の配布や、ゴミ拾いイベントも行われた。2015年10月13日、熊本県内で仮面をかぶり、チェーンソーを持った男が歩いていたと、110番通報があり、複数のパトカーが集まるなど一時は、騒然となった。 犯人は熊本市内の商業施設で勤務している20歳代の男でハロウィーンの仮装で職場を驚かそうと考えたとのことでチェーンソーはおもちゃだった。同年10月31日には渋谷スクランブル交差点付近の路上で迷彩服姿に仮装した20代の無職の男が警戒中の警察官をエアガンのようなもので殴出し、 公務執行妨害の現行犯で逮捕された。2018年、ハロウィン直前の10月29日には、渋谷に集まった人々により、軽トラックが横転させられる騒動が起きるなど、行為がエスカレートして逮捕者が続出したことから、渋谷区区長の長谷部健が、到底許せるものではないと抗議声明を発表し、10月31日の自制を呼びかける事態となった。 渋谷センター商店街の理事長もゴミが散乱するなどの迷惑行為があったことからこの騒動を変態仮想行列と呼称し非難2019年6月19日にはハロウィーンや年越しイベント開催前後における渋谷駅周辺での路上飲酒や迷惑行為を禁止する規定を中心に定められた渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の 確保に関する条例が渋谷区議会で可決、成立した。なおこの条例が成立した後も2019年の渋谷のハロウィンでは置き引きや痴漢容疑で逮捕者が9名出ている。以上のようにハロウィン参加者によるゴミの散らかしといった非常識行為、犯罪行為などが問題視されており、日本においてハロウィンに対する批判や非難も増加している。 また、2020年10月28日には、中日アイルランド大使館の大使ポールカバナが、渋谷区区長、長谷部健と面会し、渋谷だけでなく、世界中でハロウィーンは、お酒を飲んでお祭り騒ぎをする日だと誤解されていると、指摘した上で、アイルランドでは、伝統的に、家族単位で、楽しみ、特別な食事を用意する。みんなで歌を歌い、 家族の絆を強くしていると本来のハロウィーンの過ごし方について説明した。オマーンではラマダン月の中間日満月の夜にカランカショーと呼ばれるものが行われる。変装こそしないが着飾った子供たちが歌を歌いながら近所を練り歩き、菓子や小遣いをねだる。ルスの家にはお前の家は陣に包まれるぞ、と叫ぶ。日本にも ケルトのサウィンサイイコールハロウィンに類似した行事として、五霊信仰やお盆がすでに存在するので、日本にハロウィンは不要であるとする意見もある。日本における類似行事としては、七夕に行われるろうそくもらい、北海道などがある。ありがとうございます。